イオンモールナトリは仙台空港アクセス戦争いの宮城県ナトリ市、ナトリリンクータウンに所在するショッピングセンターである。ダイヤモンドシティが宮城県ナトリ市の仙台空港リンクーとしに建設したショッピングセンターで仙台空港線、森関の下駅の南側にあり、同駅とペデストリアンデッキと建物の2階で直結している。ダイヤモンド式としては、 全国24カ所目の出店で、開業時点では、東北最大級のショッピングセンターと言われていた。2006年4月8日の起工式の時点では、ダイヤモンドシティ、仙台名取ショッピングセンターとされていたが、同年9月27日に、名取市の仙台空港の近隣にあることなどから、ダイヤモンドシティアリと名付けられた。また、式の時点ではジャスコ以外の各店舗として、 百貨店を招致したいとの意向を持っていた選定を進めていたものの実際の招致は困難との見通しをダイヤモンドシティが示していたが三越名取店が入居することになった。なお、シネマコンプレックスの併設は非公式の時点で計画の中に含まれていた。敷地面積15万8000平方メートルに3階建て、延べ床面積11万7000平方メートルという、 大規模なショッピングセンターで2007年2月28日の開業時点ではジャスコ新名取店と三越名取店を各店舗に172のテナントが入居するに各1モール型のショッピングセンターであった。このうち三越は武蔵村山県に続く郊外型ショッピングセンターへの出店で売り場面積は13,480平方メートルで 売り場面積18,685平方メートルのジャスコと共に各店舗となっていた。投資施設は仙台市南部に位置する半径 10km 圏内の約43万人を基本証券としつつも福島県や山形県からの集客を目指しており、実際、投資施設を含めて2007年以降に仙台市や名取市に大規模商業施設が複数回転したことで、 山形県では消費の県外流出を加速し、同県の2012年度買い物動向調査で、山形市では10人に1人が仙台地区で買う品物もあるなど、山形県からの買い物流出率は、同年度で約1.2%に達するに至ったと山形県、商工労働観光部が調査結果を分析している。また、当施設は、ファッション関連のショッピングセンターへの 出展常連企業で構成される研究会スパックによる2006年春から2007年春に開業した主要大型ショッピングセンターの成績を出展したテナント企業のアンケート回答の集計で集客力と利益では5位となり同期間における新設ショッピングセンターの中で上位10施設の一つとの評価を受けたところが翌年2008年には来店者数が対前年比で 約10%減少し、同年春に行われた2006年秋冬から2008年春に、開業した主要大型ショッピングセンター45、施設の成績を出展したテナント企業のアンケート回答の集計では、評価を大きく落としている。また、開業所年度に、売上高が目標の60億円を大きく下回る、約37.5億円と低迷して、 約5.7億円の営業赤字となった上、主力店舗がのきなみ減収に陥った影響で、不採算店舗の見直しが行われたことなどにより、2009年3月1日に、名取三越は閉店した。2009年11月13日に、三越の撤退後に、家電量販店や100円ショップを入居させるなどの改装を行って、新装開店した。運営会社のダイヤモンドシティが、 イオンモールと2007年8月21日に合併したことに伴って運営母体がイオンモールとなりイオンモールナトリエアリに名称変更された。なお、イオンモールが運営するショッピングセンターの名称をイオンモールの後に所在地名を付ける形に統一することになったため2011年10月21日イオンモールナトリに名称変更された。また、各店舗の ジャスコ新名取店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオン新名取店に改称した。その他シネマコンプレックスのワーナーマイカルシネマズは運営会社のワーナーマイカルがイオンシネマズと2013年7月1日に合併してイオンエンターテイメントとなるのに伴い劇場名を イオンシネマに変更することになった。2019年4月19日、鉄骨3階だけの増殖棟が完成し、増殖階層をオープンした。増殖棟は1階がピロテ形式の駐車場、2、3階には飲食店など、契約50の専門店が入り、屋上は駐車場とした。また、屋根付きのデッキで仙台空港アクセス線森積の下駅とは直結している。 既存棟には新たに植物板店を集めたケヤキマルシェ、名取市の子育て支援拠点施設や市図書館の返却ボックスなどを設置。これによって、延べ床面積は約14万2000平方メートル、専門店数は約240店舗、駐車台数は約4500台が可能な商業施設となった。開店約1ヶ月後のダイヤモンドシティアリ。 専門店全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを、営業時間は公式サイト、営業時間、サービスインフォメーションをそれぞれ参照。当初は、ジャスコ新トリ店の名称だったが、イオングループの総合スーパーをイオンに、店名統一するため2011年3月1日に、イオン新ントリ店に変更され、さらに、イオンナトリ店、イオンスタイルナトリへと変更された。 なお、同じ名取市内にあった、ジャスコ名取店は閉店して建て替えられ、マックスバリューを核とした、イオンタウン名取が2007年8月28日に開業した。名取三越は、ダイヤモンドシティミュー内の武蔵村山三越に続き、三越にとっての新業態である、郊外ショッピングセンター内の百貨店として出店した。仙台空港を利用する韓国や中国からの、 外国人観光客の売り上げも好調とされていたものの、開業初年度に売り上げ高が目標の60億円を大きく下回る。約37.5億円と低迷して、約5.7億円の営業赤字となった上、三越の全国主力店舗が軒並み減収に陥った影響で不採算店舗の見直しが行われたことなどにより、2009年3月1日に名取三越は、 閉店に至った。ナトリ・ミツコの撤退後は、家電量販店や100円ショップを入居させて、同年11月13日に、新装開店している。なお、ナトリ・ミツコのエアリとの契約期間は2015年2月28日まで、すなわち開店から、丸8年間となっていたため、用に医薬金を支払う必要があるとされる。郊外ショッピングセンター内の百貨店の、 東北地方における先例としては、1997年10月3日に、秋田県秋田市のイオン秋田ショッピングセンター内に、開業した中産秋田店があるが、2008年10月20日に、閉店に追い込まれている。このような、郊外ショッピングセンター内の百貨店が失敗に終わった理由として、アメリカ合衆国では、同形態で、荒利益率約40%、 証券人口45万から60万人で営業する小売業ノウハウを持っているのに対し、納入業者に最終リスクを負わせる委託販売や消化仕入れに依存する割合が高い日本の百貨店は、あら利益率が約26%に止まり、証券人口を約100万から400万人で成立しているためと言われている。他方、仙台市都心部では、 三越仙台店が隣接していたファッションドーム141を2008年8月24日に閉店させてその商業フロア部分を沈着し、定前寺通り館として同年11月21日から順次開業させ、百貨店として東北最大となる約3万2000平方メートルまで増床した。競合する藤崎も仙台ファーストタワーに 売り場面積1,150平方メートルの藤崎ファーストタワー間を2009年7月11日に開店させて増床している。専用端末 CO2 を削減することを目的に自家用車と比べ9分の1とされる鉄道を使って来店する客へグリーンスコアを提供している。スコアによって仙台空港アクセス鉄道グッズやスイカグッズなどがプレゼントされる。 利用するには、駅側入り口正面の2階エアリコート内に設けられたスコア取得専用端末で追加をタッチすることで、蓄積200ポイント以上で、館内2カ所に設けられた端末で交換引換券を発行、1回インフォメーションで希望の商品と交換できる。一度の鉄道利用ごとに一般が20スコア、定期券では10スコアが蓄積される。ただし、 グリーンスコアの提供を受けるためには、当日に森関の下駅で出場した記録のあるスイカが必要であり、鉄道利用でも紙の切符での乗車で来店して、スイカにこの乗車記録がない場合は、スコアは発給されないので注意が必要。以上、3つの言葉の一部をつないで、エアリーと命名された。また、来店者に、妖精のように自由に飛び回ってほしいとの意味合いも含まれている。 近隣には2007年11月14日に開業したスーパービバホーム新トリ店や2008年9月26日開店の日本トイザラスなどが入居するアクロスプラザ、森関の下などの商業施設が立地しているダイヤモンドシティエアリに関するカテゴリーありがとうございます